どうもこんにちは、カジマックです。いやびっくりしました。いや何の話かというと、さっきツイッター見てたらフォロワーさんがあるツイートを上げてました。で僕はそれを見て慌ててダイソーに飛んでいきました。行ってみるとあったんで買ってきたんですけど、中身は何なのか、いやこれご存知ですかね、ダイソーで売ってるこういうの。はい、これマウス。なんとマウスが300円で売ってるんですよ。あれご存知でした？はい、これ有線マウス。パソコン改造する方なんかは1個持っとくと便利ですよね。とはいえ今時結構無線を使われてる方も多いんじゃないでしょうか。僕もマウスは無線派です。あ、いや有線の安定感が必要って方もいらっしゃるかと思いますけど、まあ有線マウスが300円だったらそんなもんかって思いますよね。ところが今回、はい、タイトルご覧になってると分かってますよね。はい、それでは行きますよ。せーの、いったー。はい、なんとワイヤレスマウス、お値段300円。いやこれやばくないですか。もうほんとツイッター見て速攻ダイソーに行って、はい、見つけた時震えました。ただちょっと気になったのは、そのツイッターのフォロワーさんが上げていた写真、はい、形も違うしピンクなんですね。なんでもう結構前から出てたのかもしれません。いやでもこれやっぱりすごい。もちろんお値段なりの質感であることは容易に想像できるんですけど、はい、このレシーバータイプのマウス、これが300円ですよ。形的にはシンメトリーの左右対称モデル。ちなみに電池は別売り、単用2本が必要になります。でダイソーさんといえばこれ、はい、今やこういう充電池も売ってるんですけど、これは実際僕会社で使ってて、あんまり長く持たないんでおすすめはしません。まあでもそれと組み合わせて使うと電池代も節約できて、かなり経済的、コスパ高いっすよね。で僕はこれ空張り2種類、実は2つとも買ってきました。もう1個開けてるんですけど、はい、こっちがシルバー、はい、全体を見てみるとこんな感じ。やっぱり質感はそれなりで、決して高級感はないんですけど、でもね、すぐ壊れちゃうような、そんなに茶畜もない。いや、しつこいんですけど、これが300円なら全然いいと思います。付属のレシーバー。はい、ここに収納することもできます。はい、こんな感じ。そしてさっきからチラチラと見えてるこれ。さすがダイソーさん、技的マークもちゃんとついてます。と言いたいところだったんですけど、実はこのレシーバー、はい、これわかりますかね。こっちにはどこにも技的マークがない。あれこれ大丈夫なんすかね。ということでせっかく買ったばかりだけど、この疑惑が晴れるまで同チェックできません。とりあえずダイソーさんには問い合わせしました。あの例のね、中のモジュールに技的マーク表記があった場合みたいなことがあるのかもしれないし、あ、じゃあこれ開けてみればいいのかな。まあ、とりあえず今日はここまで。ダイソーさんの返事を待ちたいと思います。それでは数日後の僕にバトンタッチ。はい、ということで数日後のカジマックです。まずは結果からお伝えすると、このレシーバーに技的マーク表記がない件、なんと、セーフ。はい、当たり前ですよね。あのダイソーさんがやらかすわけはないです。完全に僕の取り越し苦労でした。ただなんでそんな風に思ったのかというと、はい、これ僕が普段愛用しているマウス。本体側にも技的マークがあるし、レシーバー側にも技的マークがあります。ってことで単純にどっちにも必要なのかと思ったんですけど、ダイソーさんのお答えはこうでした。総務省の担当部署に確認いたしましたが、受信のみの場合は技的マークの表記がなくても、電波法に抵触することにはなりませんためご安心くださいませ。とのことでした。いやこれ実はあのグッサン TV の山口さんにも教えてもらってたんで、安心して使えます。っていうかお騒がせすいませんでした。それではやっと使っていきたいと思います。とその前に、せっかくなんでこの有線マウスから試してみたいと思います。中身はこんな感じ。めっちゃ軽いっすね。はい、裏はこんな感じで、特に本体のスイッチなんかは見当たりません。で、差し込むと、あ、こんな感じで光るんですね。当たり前なんですけど、ちゃんと使えました。普通のテーブルの上でも反応に問題はなさそうです。それでは次。単4電池2本をセットします。なんかちょっとスカスカした感じなんですけど、うん、これで問題ないみたいです。あとはレシーバーを差し込むだけ。
はい、これわかりますかね。いや、これも当たり前なんですけど、ちゃんと使えてます。いや、これやばくないですか。ちなみにちょっと持ち上げるとカーソルがちょっと変な動きはします。ちなみにエレコムのマウスだと、はい、持ち上げても変な反応はしません。このあたりやっぱり性能の差異があるんですかね。とはいえ、この300円マウスも普通に使う分には問題なさそう。 CPI 段階も800、1600、2400と3段階切り替えできます。いや、これモバイル用にならメインで使ってもいいレベルかもしれません。で、ちょっと気になるのはツイートで見たマウス、実はこれじゃないんですね。もう一種類あるみたいなんで、また見つけたら買ってみたいと思います。一応説明欄にダイソーさんのリンク貼っておきます。でもね、気になる方はぜひダイソーさんに行って見つけてみてください。ということで、カジマックチャンネル、ダイソーさんも大好きなんで、たまにこういう商品も取り上げます。まだお済みでない方はぜひチャンネル登録を、コメント高評価もお待ちしてます。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。